そんなこういう人なんだ。あれおめちょっとお前始まってるぞ、お前か分かってるよ、そんなこれなんや、なんか言ってますね。おかん分かってるって、ちゃんと振り込むって。おかん振り込む振り込まへんで揉めてますね。おかん分かって、そんなちゃんと仕送りがちょっと遅れてんすかね。おねぎさん始まった、おねぎさん始まってます、始まってるわ。ごめんおかん、またちょっと始まってるんで、おやってますよ。ごめんごめん、大丈夫ですか流しても。いや流さないでほしい、ちょっと今回は今回めちゃくちゃいい、これ駅天竜浜名湖鉄道天浜線、うん、車両は1両編成。うわ、なんか静岡って不思議よな。何結構こうレトロな線路いっぱいありますよね。ほんまやな。ほんな豊洲さん今日は嘘やん、大井川やっちゃうな、あれ。いや、大鉄やろ、まあ、まあ、そう、まあ、じゃあ、まだ、あ、まだ、あ、出た、まあ、豊洲さん知り合いだな。豊洲さんは森餅にはいませんよ。さあ、今回のナビゲーターは柿、あ、今シーズンか。銀シャリさん、はじめまして。森の次郎柿5代目の太田範博です。銀シャリさんは次郎柿をご存知ですか？次郎柿、なんか聞いたことあるかね。ご存知のようですね。次郎柿は甘柿の王様と呼ばれ、ここ森町が発祥で、今が旬の名物です。我が家では次郎柿を代々皇室に献上し、今年で108回目となります。108回、銀シャリさんもぜひ味わってください。いっぱいあるよ、すごい柿じゃないですか。皇室に献上してる、めちゃめちゃ高級なちゃんだから。すごいところに献上されてるのに、その俺ら食うたかんわ。バスへの芸人がお前食うたかんのなもん。今回のナビゲーターは森の次郎柿5代目の太田範博さん。次郎柿は松本次郎さんが太田川に流れ着いた苗木を持ち帰ったのが始まりとされる森町発祥の名産品。太田さんの柿園は代々続く献上指定の農園で、今年も皇室へ献上。今回はそんな森町の名物を守り抜く5代目が愛する地元のおすすめスポットをナビしますよ。気持ちいい、光ってるやん、もうテカってるし、すげえな。まず紹介するのは今年3月にオープンしたばかりのアニマル工房うさぎの里です。かわいいお菓子や雑貨がぎっしり並ぶハンドメイドのお店です。先月スタートをしたばかりのケーキ缶は大人気ですよ。今なら季節限定で次郎柿のケーキ缶も販売しています。あ、ケーキ、そっから車で10分、ぜひ行ってみてください。よかった。アニマル工房ってね、あのコアラさんとお猿さんのとこやったり、コンビアニマル定団やんすよ。アニマル定団、俺もよく出てきたね、アニマル定団。ありがとうありがとう。今日はいいですね、愛情がこうバッチでちゃんとバッチって、か、ね、朝からね、朝からバッチって。どこ行く、何する旅は何任せ。今回は相性バッチリの銀シャリ、早速その次郎柿のケーキ缶が食べられるお店へ。今、あ、今日すバッと現れるんですね、アニマル工房。え、うさぎの里でございます。小屋みたいな感じ。もうね、クリスマス仕様ですよ。確かに。あ、そうそう、こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。すごいハウスですね、このハウスというか。この家も手作りで、栃木の家を建てるのが趣味な人に作ってもらって、そこからあの趣味で家建てて大丈夫なんですか？家って。二階建て建てる人なんですよ、自分で。その方が持ってきてくれて、ドンって。今年3月にオープンしたアニマル工房うさぎの里。静岡はもちろん、北は北海道、南は沖縄まで、総勢33名の作家さんの作品が並ぶハンドメイド雑貨のお店です。おしゃれですね。 ありがとうございます。マスカットですか？いや、これ実はこれボタンでできてるんですよ。元の素材がボタンで、それをアクセサリーに加工されてる作家さんで。そうなんすか。そう、この方森町の方で。え、これイヤリングや、これはめれるよ。あ、かなり耳たぶんですね。そう、あ、でもシリコンがついてるんで、まだ耳に優しい方が。ああ、全然いい、全然いい。これでさ、なんかズバズバ言いそうやもん、なんか世間に対して。あなたね。そうそうそう、あなたね、言うタイプの。他にも人気の雑貨がありますよ。インスタ映えで人気、幸せを運ぶタンポポの綿毛を使ったハーバリウム。そしてこちらはいただいた後に飾りがブローチとしても使えるご祝儀袋。さらにこちらのお店では斉藤さんが作る琥珀糖などのお菓子も大人気。中でも今人気なのが、先月販売スタートしたナビゲーター一押しのケーキ缶。
ですか。あ、これです、ね、何これ。そう、ドリンクみたいに見えるんですけど、え、中がケーキになってまして、透けてるってことですか、これ。そうです。めっちゃ可愛いっすやん、これ。どうやって入れたんですか、これ。これをあの一個一個こう長い箸でこう綺麗に飾り付けながら入れて1日に作れる生産数もちょっと限られてる感じですね。なるほど、手作業ってことですよね。で、酸素抜きながら蓋してるので酸化しないんですよ。え、これどれぐらい持つんですか。意外とすごい持ってて、普通のケーキだと当日か翌日なんですけど3日間は大丈夫です。いい。これほんでさ、もう一個コーラとか買っといて、うん、彼女とかにどっちがいいっつって。あー、出た。あ、コーラ、なにこっち。おいおいおい、これですよね。あ、そうです、そうです。おい、なにこれ。そんなこと考えれんのになんでおれへんねん彼女。なんで彼女できないんですかね。さあ、それではケーキ缶を、うなぎさんはナビゲーターおすすめの森の次郎柿缶を、橋本さんはせっかくなので別の気になるケーキ缶オレオチーズを試食です。もうめくる感じですか。そうです、ね、うわ、これは入れたのすごないですか。ほんまやわ。ちょっと次郎柿、絶対柿うまい。いただきます。うわ、すんごいクリーム。いただきます。めちゃくちゃうまそう。あ、生クリームもええっすね。うん、ありがとうございます。うちの生クリーム割とフレッシュなので甘さ控えめなんで。柿もみずみずしい柿や。そう、完熟してる時を仕入れてすぐ加工して入れてます。小野伸二さんのパスですよ、これも。絹のようなベルベットパスね。あ、そうなん。優しい、もう滑らかに溶けてる。ヨーグルトがおめえ、酸味がちゃんとあってチーズケーキですけどさっぱりしてる。オレオの方に行けば行くほど甘くなるので、なので上のチーズケーキの方は割とさっぱりめで仕上げてますので。うますぎる。うわ、これめっちゃええな。なんかこれもう写真多分インスタ映えもするから、うん、それで何や何やこれってなってバレるし。そうやな。さらに今月からは記念日やギフトにぴったりの写真入りのケーキ缶も販売。写真はライフペーパーを使用してるんですよ。するとここで斉藤さんから銀シャリへプレゼント。今日は銀シャリのお二人にあの作ってきましたので、あのぜひ、ね、いや誰か、なんかモンブランになってます。誰やな、写真のチョイス。飯田さんのメインのやつですよ、これ。飯田さん感ですよ。あのすごいいい笑顔だったので。飯田感。飯田、美味しいモンブラン感。新鮮感と感があったから。あ、なるほどな。うん、続いて紹介するのは、次郎柿に続き森町の新たな名物として注目されているブランド牛、森の姫牛です。牛、めったに市場に出回ることがなく幻の牛肉と呼ばれていますが、久松というお店でいただくことができます。もう絶品です。姫牛行ったことあるんですか。いや、まだまだあの食べたことがないんです。噂には聞いてます。あの噂には聞いてます。うん、これ楽しみですよ。姫牛もなんか感じしてくれんかな、姫牛感。、うん、レッツ何任せ。ということで、その幻のお肉を求めて久松へ。森町病院の近くにありますよ。どこですか。どこや。あ、久松。え、こうすごい住宅街にちょいちょい名店が現れるね。ちょっとお寿司屋さんっぽい感じの。お、幻の牛肉、森の姫牛が食べられるお店、久松。創業40年、地産地消にこだわった割烹料理店です。果たしてこちらのお店でいただける森の姫牛とは。なんか姫牛がなんかすげえ美味しいってお聞きしたんですけど、どんなお肉なんですか、姫牛。餌にあのお米をあげてるそうで、赤身の中にもこの甘さが入っていくという感じですね。めっちゃうまそうだ。うまそうやな、確かに。森の姫牛は地元のお米と太田川の水で育ったメスのお肉のみを使用したブランド牛。森生畜産一軒のみで飼育されているため幻の牛肉と呼ばれています。森町でも限られたお店でしか食べられない森の姫牛、久松でいただけるそのお料理とは。うわ、すげえ、あ、弁当スタイル、うわ、こういう感じなんだ。めちゃくちゃうまそうやん。なあ、テイクアウトでやらせていただいてます。うわー、すごい、もうパンパンすぎて、うわ、これはうまそう。すげえ、牛のピアノみたいになってるわ、もう。めっちゃ好きやわ。
うわいいいいいいいただきます。いきます。どう姫節。ちゃんと噛み応えはありますけど柔らかいです。なるほど。赤身が本当に下の温度で溶けていきますよ。さっぱりしてるんですけど、うん、肉の重厚なコクはあるというね。これは贅沢。甘みの中に、あ、赤さの赤身の中に甘みがあります。赤さの中に色味の中に甘みがある。使用してるのがもも肉なんですよ。うん、ステーキといえばサーロインですけども、はいはい、十分もも肉でも美味しくて甘いので。そんなんもうこれで全然いい。ほんまにめっちゃうまいな。めっちゃうまい。え、なんで松さんのところ食べれるんですか。生産者さんが僕の何個か上の先輩で、この近くで育ててられるので、まあ、僕も使わせてもらいたいなということで。でも他の牛もいっぱい使えたわけじゃないですか。言うても先輩のねルートがあったとしてもね、しても、まあ、私が変わってるんでしょうね。人とかぶりたくないし。なるほど。そんじょそら普通の肉扱ってもしゃあないと。ここでしか食べれないっていう。わかります。そう、ここでしか食べられないものを食べていただきたい。山崎さんの思いのこもったステーキ重は要予約。数に限りがありますので2日前までにお問い合わせください。森の姫牛はどうでしたか。めちゃめちゃうまいです。私も食べたかったです。それではそろそろ私の農園へ。そっか、食べにくいですね今から。代々皇室に献上してきた次郎柿をぜひ味わっていただきたいです。そこから歩いて10分です。待ってます。もう弁当売り切れたんですか今日は。もう完売です。あ、じゃあ持っていかれんか。うん、一切れだけ持っていこうか。そういや、もう一番あかん時代なのそれも。それからということで、いよいよ皇室献上次郎柿を栽培する太田さんの農園へ。緊張するわ。確かに。あ、いらっしゃるいらっしゃる。ナビゲーターさんの。すいません、太田さん、こんにちは。あ、どうも。太田さん、お待ちしておりました。ナイスナビゲーターでございました。そうですよ。すいません、あんまああいうのに慣れてなくて。ここでナビゲーターの太田さんと合流。早速その献上柿いただきましょう。作ってある方にねお聞きするのはちょっとやっぱどうなのかなと思うんですけど、うん、うまいですかやっぱり。まあ自分地以上の崖はないって思いながら。ほら、ほら。いや楽しみですね。するとここで、あ、こんにちは。うちの母、あ、お嬢ちゃんがもう母と妹と、あらら、あら、ね、あら、かわいい。もしも、あれですか、もう収穫作業ですか。そうですね。そう、今から、まあ、ここで太田さんのご家族とご対面。せっかくなのでお母さんも一緒に案内していただくことに。太田川沿いにおよそ400本の柿の木が並ぶ太田さんの農園。他の柿農家がレタスやお茶などを兼業する中、太田さんの家は次郎柿1本。年中休むことなく大切に育てていますよ。どれがいいやつとか見分け方はあるんですか。中くらいの柿、これより一回りぐらい小さいのが一番おいしいやつとか。次郎柿の特徴はどういう感じなんですかね。甘いもそうですし、やっぱ次郎柿の特徴はちょっとここへその部分がへこんでるのが次郎柿の特徴だと思ってます。育て方のなんかこだわりとかありますか。そうですね、まあ、とにかく、まあ、害虫などをできるだけつかないように除草剤を使わない、まあ、楽ですけど、安全な柿を作るっていうのはその代々からのこだわりですね。じゃあでも大変なんじゃないですか、栄養を吸われたりみたいなんて。夏の間はねもうずっと草刈り草刈りで。そっか、マサオがねやっぱね、マサオがね、マサオがもう大変ですよ。マサオがね、そのそう草刈りマサオね、わかるけど何やねんやねん、それはね、ほらすぐ通じやったよ。お母さんありがとう。そんな大切に育てられた次郎柿をいよいよ収穫。いきます。これでいいですか。はい、あ、うまいな、はい、めちゃめちゃうまい。まっそー、うん、やっぱこのいいオレンジやな。そうです、いいですね。ほらこれ切りやすい。シャーンと、あー、いった、うん、あ、それいいかも。めちゃめちゃこう押しつぶしたような感じ。するとここでお母さんが、特別創生って柿が1個だけ残ってるんですよ。すごい色が全然違うので取ってみます。
うわ、赤柿、真っ赤でしょ、トマトみたいな。こちらは収穫時期が早い柿の木、20年柿がなりませんでしたが、5年ほど前に先代が切る宣言をした途端突然実がなり始めたという不思議な木だそうです。この日も銀シャリの2人を待っていたかのように一つだけ残していました。おはようございます。めちゃめちゃ赤いっすね、ほんま。ちょっとちょっとちょっとすぎて、あーやっぱ違うね、全然違うな。伝説バージョン、伝説バージョンの。こちらの柿の名前、おじいさんがおばあさんの名前から取ったそうですよ。その愛の鈴あせと2人が収穫した取れたての次郎柿試食です。これまんまでいけるんでしたっけ。まんまいけます。靴磨き職人やないか、早く食えよ。いや、ええねん、靴磨き職人。めっちゃ綺麗だ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。お前似合うな。うわ、ルーシー見せて。ルーシーがもう。ルーシー。ルーシーだよ、これ。めちゃくちゃうまい。いや、桃みたいな汁出てますやん。めちゃめちゃ糖度あるんじゃないですか。土地がいいんで。そう、この太田川沿いの砂利間の。土大事やから。上品で甘さも嫌味のない甘さ。伝説も行こうかな。伝説？こっちはもうすごく売れてるので。これやばいやばいやばい。トマトの食感と一緒やこれ。モンスタークラスの甘みがもうとんでもなくすぐ来るやろ、お前。めちゃくちゃうまいっすこれ。これだからね、お父様が20年間みんなもう切ろう言うてたのに、よくぞ見捨てず、そしたらやっぱ木も分かってきたんでしょうかね。俺今年切られるな。そろそろやっとかんとやばいな、言われてボーカーンって生えて、人生で口にしてきた柿で一番うまいっす。それは良かったです。間違いない。マジで最高の。あー、美味しいね。俺のやつそれ。潤沢の俺のやつ、これ見てるし。ルーシー。サルカニ合戦のやつやん。